ドミニカ共和国のウィンターリーグ、アギラス・シバエニアスの監督が最近花展された内野手・カンジョンホが適応に苦しんでいると伝えた。アギラス・シバエニアスは29日、球団トン W ・イッターを通して、カンジョンホの空席にケニス・バルガスが合流したと発表した。マニーアクタ監督はカンジョンホの花展を伝え、 彼がドミニカの生活に難しさを感じていたと説明した。また、カンジョンホに望む結果を得られなかった。彼は適応するのに苦しんでいたようだ。体重も落ちたと述べた。2017年シーズンを前に韓国で飲酒運転事故を起こしたカンジョンホは米国ビザの発給を拒否された。 カンジョンホはピッツバーグパイレーツの支援でドミニカのウィンターリーグに向かった。しかし、結果は振るわなかった。カンジョンホは24試合に出場し、打率0.143を記録。結局、28日に球団から花点通告を受けた。